プロスビエース。さあということでプラチナランク3にも上がりましたし、だからあれですかね、俺と対戦したことある人もいんのかな、知らない間にね。だって B の秋山使ってるの多分俺ぐらいじゃんね、正直。だから一回なんかツイッターかなんかで対戦したっていうのが言ってた人いて、まあ俺が負けちゃってんだけど、だその一人あいるんやと思って、だからいるんすかね。でも最近思ってきたんですけど、俺なんかインハイ待ち作戦とかやってるから、こうなんか俺の戦法バレるじゃんね。だって見せてるもんね。だから戦法変えなきゃいけないけど、そんななかなか変えられないからね。どこまで浸透して、だからコメント欄で対戦したことあるっていう人欲しいですね。だからそこをもう楽しみにしたいですね。さあじゃあそんな中今日もチャレンジしていきたいですね。防御率 0.35 で打率1割3分9厘だもんね。死んでるよね打率が。でも俺ピッチャーでピッチャーほんと頑張ってると思うけどね。さあ行きましょう、石川シンカーの魔術師。そうシンカーの魔術師。オッケーオッケー。先頭必ず打たれる、この立ち上がりのヘボさ。シンカーと見せかけてこのスライダーを混ぜていこう。オッケーオッケー、ダブルプレーいきたいね。シンカーと見せかけてスライダー、ほ、簡単に打たれてる、やばい、ピンチ、ランナー一三塁ノーアウト。もうまっすぐも入れていくしかない、シンカーだけじゃないよっていうね。これはなんとか踏ん張れ。はあやめてー、ボールでよかった、ミスってる。よしオッケー、ショートハーフフライ踏ん張った。よしダブルプレーいこう、ダブルプレー、そうそうゲッツシフトで、オッケーショートライナー踏ん張ってる。シンカーと見せかけてストレートや、ほい詰まった、はいキャッチャー、わあなんとか踏ん張った、ノーアウト一三塁なんとか踏ん張った。1点取られた、負けやでほんま、ドラゴンズ野球やで、落合流野球。ボールなのか、ボールなのか、ふわー、さあどこだい、上茶谷怪我で開幕間に合わず、よし行け、入れ入れ、オッケー超えた、オッケーインハイ待ち作戦成功、待ち行こう待ち行こう、インハイ投げてくんだよね、インハイに投げてくる、ボール、あなたはインハイを使うよ、使ってけへんな、インハイにおいで、くーくー、嫉妬がっついた、あもう分かんないどこに来るか、うわいい感じで捉えたと思ったのに、サードライナー今良かったと思ったのにな、カットもあるよっていう、はや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 、はや、ボールでよかった、オッケー、なんかカクカクしてるカクカクしてる、電波よ帰ってこい、そういいよシンカーの魔術師。そう、シンカーの緩急、OK、リード完璧、さあ、外崎行こう、
あ、詰まった詰まったインハイ待ち作戦やカット。まだバレてへんやろ世の中には。お、危ない手出しかけた。ふぅ、あー手が出ず完全やられた。ここはもう B の秋山に託すしかない。ほら、うわー抜けんか、今抜けたと思ったのに。バンドエンドなりそうやからな、マジで。ほんとほら来た、うわーボールか。よし、高めのシンカーで、ふい、オッケー、ダブルプレー、ナイス。さあ、ツーアウト、よし、ここ、踏ん張ろう。はい、シンカーからの、速い球もあるよ。インローへ。おお、ホームラン。ああか、こんなんも、2点取られてるやん。もう俺のヒン打線で2点取り返せんのか。嘘やん、ホームラン打つあそこで。マジ地獄。おかわり君いけ、もうスリーランいけ、スリーラン。インハイ待ちで、もうそこへもうインハイ来たら叩き潰せ。インすら使うね、俺はインハイ待ち続ける。振り遅れ、もうどこ来るか分かんない。広く広く広く的。うわー、ボール球振ったわー。くー、ここはもう代打や。代打はもうあの人しかいない。近藤健介、がっついたがっついた。うわー追い込まれた、こっから勝負よ。オッケー、回る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 、オッケー、よっしゃ、1点返した。よう踏ん張った。さあ、亀井行こう、さよなら行こう。お、階段、ほら、出てきた階段。ふわー、カーブ、振っちゃった。インハイ行こう、お前はインハイを投げてくる。あ、カーブのインハイ、投げてきたけど、反応できなかった。おっしゃ、走走、抜けた抜けた。あら、さよなら。やった、あぶね、負けたかと思ったら勝ったわ。山田テストにツーランホームラン打たれながらの、やっぱ大打作の近藤健介がつないで、亀井が高めのカーブを思い切って打つっていう。3点取ってさよならっす、あざっす。いやー絶対負けた。ちょっと落合ドラゴンズ野球からの脱却ができるかも分かんないですね。これなんとか頑張って、いやーよかったっすね。でもちょっと戦法変えるわ、ちょっとバラしすぎてんもんね、俺の待ち方だから。インハイ投げてくれないじゃんね。だからもうこっからアウトロー待ちにしようかな。まあそれはまたね、おいおいやっていきたいと思います。契約書&ガチャバズリー。今回のですね、欲しい選手は柳田、大瀬良、山岡、この3人が一番欲しいっす。無課金でね、やってんで、ここまでめっちゃ貯めてきたんですよ。おお、これあれじゃん、これ S 確定かな、 S 確定かな、なんかこう青い炎は S 確定なの。にっこり来るんじゃん。山本、菅野、松井裕樹が欲しいっす。この3人がローテーション入れていきたいっす。長司くん絶好調、来た、いきなりいきなり、うわ期待感出るわ。長司くん絶好調っつってたもん今。よっしゃ、嘘やん嘘やん、今特に何もなかったで。ふぅ、テンション上がるね今回は。今回はテンション上がるね、いいね。